めちゃくちゃもう汗が目に入ってめっちゃ痛いんですよね。めっちゃぼやけるんです、たまに。やばくないですか。めっちゃいきなり突拍子もなくめちゃめちゃぼやけるんですね。コンタクト外れてないのに 0.1 なんですけど、視力もうそんぐらいぼやけてやばいってなります。そうなんです。昼終わりました。終わった。めっちゃ私は今日何番手がやったでしょう。問題です。鼻水が止まりません。何番手だったと思いますか。間違えたテロップ出そうと思って。昼公演終わりました。昼公演終わりました。イン終わりました。終わり。あ、昼公演を、あ、よし、終わり。よし、はい、はい。ちょ、鼻水止まらへん。めっちゃ久々のポジションやって。めっちゃ多分やけど、1月ぶりとかやと思います。わからへん。どうなんやろ。わからへん。9番ってわからへん。ずっと、最近ずっとね、4で同じポジションやって、その前は6やって、その前ぐらいなんで、1月ぐらいやったとのことなんけど、久々すぎてやばかった。全然覚えてるもんやと思ってたら全然もうはにゃって感じやった、一曲目から。はい、鼻水が止まりません。9番手です。うん、聞こえてました、コール。ありがとうございます。焦げてたけど大丈夫です。はい、今日のランナーズハイは手応えありです。あ、間違えた、びっくりした。ちゃんとできたよ、ランナーズハイちゃんとできたよっていう感じ。いい感じにスタミナが全部持ちました。めちゃくちゃ持ちましたけど、そんな大きいミスしてないなって思ってたんですね。そしたらアモクロの寝るとき、寝て起きるじゃないですか、寝て起きるじゃないですか。その時にタイミング間違えてもっと寝ました。2発目に起きないとダメやのに1発目に起きて思いっきし一人でもっと寝てました。めちゃくちゃ恥ずかしい。やばい、バレてるんですかね。バレた人、やばい、バレてたわ。ちょっとさっき映像で見たんですけど、一番後ろでちょっとちっちゃいからちょっと大丈夫かなと思ったら、はい、バレてましたね。二度寝してました。やばい、バレてました。最悪や、マジか。ジオンさんと思いきしめやって、何してんねんって顔してました。めちゃめちゃ恥ずかしいな、やばいな。え、そんぐらいやと思う。でも間違えたところ、わからへん。どう、え、わからへん。あんまりな、記憶ないねんな。あるあるやんな、緊張した時記憶ないやんな。めっちゃアントール前水飲むの忘れてやばってた。コールになりました。めっちゃ嬉しいです、ありがとうございます。めっちゃさ、目痛いねんな、汗入って。みひな、え、みおちのエピソード、私と行った時ですよ。あ、自己紹介焼き飯出てないんですけど、めっちゃおもろない。5皿。で、なんかみおちは、食べへん時は2皿らしいねんな。普段3皿らしくて、食べへん時2皿で。そのなんか1皿さなんかめちゃめちゃおもろくて。しかも、食べへん時2皿ってもう、300円で買えるんかいみたいな。めちゃめちゃおもろい。みおちの小食ネタマジで好きなんですけど。
めっちゃ好きなんですけど、みんなは？めっちゃおもろない食べへん時2皿やばい、もうおやつやんおやつ食べに行ってますやん。5皿ってドヤ顔してた。え、あれですよね、なんか中学生の時、小学生の時は5皿食べれたみたいなやつでしたっけ。それを私とあのお寿司食べに行った時にめっちゃ思い出した感じで、そういえばさーって言われて、いや別に全然すごくないめっちゃおもろい、めちゃくちゃおもろい。ミュージって行った時合わせて3皿にするの。え、全然しないです。え、でもそんな私もめちゃくちゃ食べへんな。え、私も5皿プラスフライドポテトとなんか一品物みたいな感じかも。食べれるのが少ないからもっと食べたいんですけど、生ハムとオニオンサーモンしか食べれないんでネタがないんですね。で飽きてやめるみたいな。めっちゃ値上げが今すごいですね。マクドナルド行ってびっくりしました。この前までポテト S サイズ100円じゃなかったでしたっけ。100円やったやんの。190円になってた？少ないでした？え、ポテト L のクーポンも190円で昔あったんですよ。そうなんですねめっちゃ鼻水止まらん。そう、めっちゃフライドポテト美味しい。なんか、なんでなんやろ、なんと美味しいよな。シャカポテト、シャカシャカポテトあるよ。マクドですよね。え、あのてりたま食べた情報誰から聞いたんですか？私メイクさんにしか言ってないんですけど、ジオンさんか、ジオンさんかな。今日朝来た瞬間に私の今日のメイクさんに、あの昨日てりたま食べたんで、ちょっと顔のマッサージちょっとしっとりめでお願いしますって言いに行きました。あ、ジオンさんでした？え、めちゃめちゃ怖いと思って。あ、ジオンさんでした。なるほど、あ、ジオンさん言いはったわ。そういや、めっちゃ着いた瞬間に言いました。あ、てりたま食べたんで、ちょっと顔のマッサージちょっとお願いしますって言いました。なんかチーズてりたまみたいなの食べて、あとポテナギの台食べました。アホですマジでやばい。なんとめちゃめちゃむくみやすいんですけど、食欲には負けます。こんにちは。もう私はもう9番手をやり遂げた。ちょっと褒めてほしいちょっと当たり前かもしれへんけど、ちょっと久々すぎた。ちょっとサンリオのイベント前に久々すぎたポジションやった。多分一月ぶりやなって思ってます。分からへん、でも覚えてへんけど、もうほんまにハニャって感じやったから、もうハニャハニャみたいな一週間のポジション見て、最初4とかなんですけど、ハニャハニャ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 みたいな、下手やろなって思ってたけど、ハニャ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 ってなってました。もう段決まりでポジション表見てましたなんかやったな、いつもやって、あ、びっくりした、びっくりしたいつもやってない振りとかもやってて、太陽のなんか野球部の朝練のステップとかも超久々なんで、めっちゃ昨日ね練習しました。そうですね、ありがとうございます、えらいって言ってくれて全然偉くないねんけど、ダウンも初めてですね。あれが自分のポジションです、ダウンは。赤い一番滲むのはのやつです覚えてくださいよそ移動してる？何やそれ、分からへんな。めっちゃ目痛いですね。あ、そう、昨日カメラ目線できたのに忘れてた、また。あ、見れてますか？見れてる？
リサどうぞ。明日はサンリオのイベントで早起きしないといけないんですけど、うん、早起きしないといけないんですよ。出番は夜なんですけど、マトが抜けた分とかのリハーサルとか、はい、あるので早起きなんです。応援してください。さくらちゃんがちゃんと起きれますようにってちょっと祈っといてほしいなって思います。私一回だけそのイベントの時に寝坊したことあります。ナンバトルの決勝の時に寝坊して自分の車で行きました。めちゃめちゃ焦りました。確かに待ち時間やばいな。めちゃめちゃ出番って NMB の一番最後なんで結構夜なんかな。やばい、待ち時間確かにやばい。鼻水が、花粉症なんかな。ブタクサなんですけど私。あとめっちゃ暑いです。暑い時鼻水出ません？暑いもの食べた時鼻水出ません？ちょっと、うん、やったらもうめちゃくちゃ13日はもうめっちゃ寝るって決めてます。わ、イノットプありがとうございます。え、そうやねん、初期ライブ系全員揃わへん。え、そうやねん。え、それな、そうやねん。ピエン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 、悲しい。ジポジお疲れ様でした。ありがとうございます。そうなんです、春休みなんですよ。え、もう春休みのカウントダウン始まってて、もう終わりました。私あと2週間後ぐらいで始まりますね。もうさ、今さ、めちゃめちゃ気温あったかいやん。もうなんかさ、大学のさ、春を思い出してさ、もうめちゃくちゃ辛いねんな。めっちゃもう、なんかあの時は、ちょっとね、楽しみさがあったんですけど、こんなに挑戦後で悩まされるとは思いませんでした、私は。思ってませんでした。出題とかはないですね。レポート、秋学期のレポート。秋学期のレポートを提出しましたので終わりです。そうなんです、だからモバメとかももう大学生のあのやつが戻ってきます。あれちょっとどこに自由あるか分からへんけど、私の毎日の日記みたいななってて、モバメはねいいですよ。私のモバメは文章で勝負してます。写真ついてないこと多いんですけど、本当に申し訳ないんですけど、文章勝負文章勝負のモバメになっております。なんとでもなんていう、急にいろんな話しちゃうな。単位はまだ分からへんねんね。分かんないんです、単位。え、ほんまに怖い、どうしよう。え、ほんまにふわふわしてて、昨日も言ったけど自信がめちゃめちゃないわけじゃないねんけど、自信あるわけでもなくて、え、どっちなんやろうみたいな気持ち。やばやばやば。でもちょっと見んの楽しみ。どうなんやろ、もう挑戦後がどうなんやろ。ほんまに怖いですね。あの出席私5回休んだらアウトってだけやと思ってて、ちゃんと出席にも点数あるの知らなくて、マジ休んだ分だけ引かれてんねんな点数。挑戦後結構休んでますよね、やばいですね。え、マジでそう思っててん。5回休んだらアウトなだけで、出席に点数があるのを知りませんでした。私は最悪ですね。引かれてるんじゃないですか。ちゃんと休みました多分。ピー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 、取れなかったら来年ですね。いやでもなんやかんやで生きてる気する。分からへん、2日
2つあって1つは自信あります。欠席も限定やで。もう最悪。なんかさ言っとけばよかった。そうついていけへん。そうやねんついていけへんけど、なんとか私は教科書のなんと説明文で頑張りました。友達もノートをまともに取ってないので先生も答えあんま教えてくれへんって。もう大変でした。もう知らへん人にすいませんって言ってノート写真撮らせてもらいました。おいそうですね、大学の話しちゃった。やばい、汗かいたら右目の二重幅が消えるんです。めっちゃ序盤で消えてたわ。なんでなんやろうな、いつもないけど。来週握手会、ほんまややばすぎ。パティ、何やったっけまた間違えた。パフィシポ、パティ、何やったっけ。パ、パシフィト、なるほど。来てくれるよって人を、はい、ごめんなさい。パシフィポ、ごめんなさい。横浜みなとみらい来る人いますか。来てくれる人。あ、めっちゃ早いな。横浜の握手会だけめちゃくちゃ早いですね。大阪めちゃめちゃあれですよね、4月の末とかですよね。オンラインも4月の末ですよね、始まるの。早いな。大阪から来る人とかやるんかな。どうなんですか。行く。ありがとうございます。めっちゃリアル、リアルのツイッターなんでなんやろうな。なあ枠空いてるのに悲しい。一部やったっけ、二部か、朝やった気するな。写メ会は4時ぐらいやった気する。大阪の4時やったらちょっと目は生きてますね私の。なあ、ついかない悲しい。二部らしいです。9時ぐらいでしたっけ、10時、11時ぐらいでしたっけ。1時やって、おうおうおう、じゃあまだ私マジで今日の顔面終わってた。あのメイクされしていただく前今日のすっぴんでもう察して今日やばいわと思って。ってテリタマ、テリタマかな、テリタマ食べたくらいと。何テリタマ。マクドナルド食べてん昨日。それむくんで。かわいい、食べりゃいいやん。ほんまに今日のすっぴんやばすぎて絶望してたけどメイクでなんとかなりました。めっちゃ朝の顔面でなんかちょっと調子がまとりますねやばい、ほんまにむくみやすいから食べた後のに食べちゃうねん。そう、てりたまは悪くないねん。そうやねん、ごめんなさい、マクドのせいではないですディスってないんです、ごめんなさい。ほんとにあとらへんめっちゃむくみやすい。みよちがみよちのみよち、あの今日テンション高いの面白いです。テンション高いの普通やね。なんてじわじわくるめっちゃ。そんなにテンション高くね。
見える？これって電気つけるやんな。だからこれ？刺さってないか。なんかじわってくる。なんか人とちゃうのがじわってくる。おもろい。やばい、眩しいかも。こんにちは。横浜のついでに観光できる？え、できへんと思うな。おはようございます。できへんと思うな。なんせ？なんせ？研究生なんで。え、みよちテンション高いの面白くない？めっちゃおもろい。ボサラ食べたから、え、ほんまにみよちの就職ネタマジでおもろい。プチで大好きやねんけど。だってさ、300円って2皿食べて買えるってなんやそれ。おもろすぎるやろ。かわいそう。え、ごめんなさい。声出しね、緊張してますか？でもね、皆さんのお昼声めっちゃ聞こえました。みよちはでもマジで間あかんくても喋れるくらいネタある。なんていうの、普通なんか2人で遊んだ後ってちょっと飽きないとなんか喋ることないって思うじゃないですか。けどマジでこの前はビビンバ食べた2日後にお寿司行って喋ったので、なんと全然あるんです喋ること。すごいですね。煽りじゃないです。確かに経済的にはいいかもしれへん。ジオンさんに頭ポンポンされてましたね。あ、焦るプライバシーですか？私バージンラブが大好きなんですけど、あのナンバーエローでナンバーエローで好きなんですけど、9番手は歌割りが終わったらもう一生サンセル中を 0.5 にいるんです。じゃなんか全然いいんですけど、なんかめっちゃあの定位置みたいになってて、ほとんどメンバーは多分ちょっと動いたりしてると思うんですけど、もう歌終わったらもう一生3セリチを 0.5 にいるんです。ちっちゃいから見えてる、あれ気づいてますか皆さん。映像で見た感じはちょっと隠れてました。3セリチをっていうのは一番後ろのとこですね。背低いから見えてんのかなって思うんですけど、見えてるんですかね。声出し2回目いかが、やっぱ声出しある、うん、席による。それはもう土星論かもしれへん。めっちゃなんかあれなのかな、やっぱ7期生さんと8期でできてるチームやから、コールしたことないって方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ね、徐々に慣れてったらいいなって感じです。やりますか、うんうん、めちゃめちゃドーナツが食べたいです。こんにちは、はい、めっちゃドーナツ食べたい。弥生の正反対？何や弥生の正反対、正反対って。あ、ポジション、え、わからへん。弥生のポジションわからへん。わかなさんと同い年ってほんま、え、同い年なんですよね。同い年なんです。ちょっと今日の MC 終わってた。私もう人権ないわ、もう消えよ消えよ消えよ。マジでやばい。なんか全然ディスってるつもりじゃなかったのに、渡野さんの独り言の時になんとちょっとめっちゃ感じ悪いやつになっちゃった。もう最悪、こんなことないです。いつも面白いです、渡野さんの独り言は。ごめんなさい、本当に。え、行ったよ。一緒に行きました。なんかすっとぼけられた。みおちは2体配信で10本に1体切ってたけど、あまり欲しい、あまり欲しかった。やばい、見えへんです、星で。あー、めっちゃ見えた。なんと話そうとした。めっちゃさ、リハーサルでさ、なんかちょっとあの久々のポジションだったんで、リハーサルで立ち位置を間違えちゃったんですね。で、あの自分で言うのはなんなんですけど、振りを間違えるのはあっても立ち位置をあんまり間違えないんですけど、リハーサルで間違えちゃって、サンボートの落ちサビをなんか全然ちゃうところ行っちゃって。で、私あのそのなんか間違えた時にあっていう感じを出しちゃうんですね。
あとスッてスッていうのできなくて、何も何もないですみたいな振りできへんって間違えた時にもうとなんか本当にこうやっちゃってマジでやばい。私あの忘れた時とかよくこういうのすると思うんですけど、ブリットとかじゃなくてマジでとっさに出るんですね。もうめっちゃ嫌なんですけど思いっきし間違えちゃってこんなんしちゃったんですよ、リハーサルで。もうそれをずっと引きずってます。なんかリハーサル本番間違えへんとったけど、リハーサルってなんか大人の人見てるからやばい。もうそポジション間違えたのでマイナス5点ぐらいいってもうたって思って、めちゃくちゃ悔しい。リハやったら良くないんですよマジで、あかん。やばいやばいやばい。はい、けど本番間違えなかったんで大丈夫です。マジでブリッドとかじゃないんですねこれこれあのとっさに出るんですよね。あざといとかでもないんですよね自然みたいな。グルーガンで止まってるらしいでしょ。めっちゃやったんですよ。ただの人さん、ありがとうございます。大人の人のためにやってるの、いや違うんですけど、見てはるから間違えたらそのなんかなんていうんですか、やっぱりなんていうんですか、なんかごめんなさい本当に違うんですよ。わかりますか？ごめんなさい、なんていうんですかね、大人の人のためにやってるわけじゃないけど、見てはるから間違えない方がいいじゃないですかやっぱり。だけど間違えちゃったからあちゃーみたいな感じです。すいません、気分悪くしてしまったら。そんなことないです、ファンの人のためにやってるんです。はい、すいません、印象悪い、ごめんなさい。そうですね、終わります。本当コール解禁の日の声の件がおはようございます。はい、壇上にいます。いいね、ゆきぴかさん、ありがとうございます。13位ワンタンメンさん、ありがとうございます。12位くらちゃんさん、ありがとうございます。11位ひでさん、ありがとうございます。10位よしひでさん、ありがとうございます。9位山田真希恵さん、ありがとうございます。8位ノーネームさん、ありがとうございます。7位スキゾーさん、ありがとうございます。6位奈良のあさぽんさん、ありがとうございます。5位日高浩二さん、ありがとうございます。4位いすきさん、ありがとうございます。3位きっぺいさん、ありがとうございます。2位きじたさん、ありがとうございます。1位ともひとさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、夜の後もあの配信するので通知オンにして待っといてください。夜も頑張ります。バイバーイ。